声かけや付きまとい事案から登下校中の児童たちを守ろうと、令和3年12月22日、阿蘇市黒川の阿蘇市立阿蘇小学校で、阿蘇っ子見守り隊の発足式が行われました。発足式には、今回新たに見守り隊として活動する、校区の老人会や住民、保護者らが集まって行われました。まず、 阿蘇小学校運営委員会の松本委員長が阿蘇小学校の校区内の通学路は狭くて交通量も多く全国的に見ても登下校中の事件事故が多いので子供たちを見守ってほしいと挨拶しました続いて登校班のリーダーたちが麻生子見守り隊と書かれたオレンジ色のベストを手渡すと 参加した人たちは、早速、ベストを身につけました。麻生市での見守り隊の発足は、麻生小学校が初めての取り組みで、校区の住民、およそ150人が登録しているということです。そして最後に、児童代表から、皆さんのおかげで安心して登下校ができます。これからよろしくお願いしますと、感謝の言葉が伝えられました。 あそこ見守り隊は当分の間は朝の登校を見守り来年4月から登下校の見守りを行うことにしています。